つうことで、あたしとバラ姉の華麗なる連携によって呪霊の親玉をズガンとぶっ飛ばしてやったってわけだ。おお、やるじゃないかリンド。すでに新しい仲間との連携をものにしているとはな。へへ、あたしとバラ姉はもうマブっすよ、マブ。友情、努力、勝利ってやつだな。大変よろしい。暑苦しいノリに巻き込まないでくれる？実際に見ていたわけではないのでわからないのですが、林道さんの言っていることは事実ですか？まあ、大体合ってんじゃねえの？大体な。しかし、信じがたいですね。地方都市に出現する呪霊が死んだふりという手段を取ってきたなど。変すか、死んだふりって。ただせこいだけな気がするけど。それだけの狡猾さを備えてるのが異常だし、技術的な意味でもうぞうむぞうにできていいことじゃねえ。肉体を自ら呪力として無酸させ、再び集めて体を構成する。今までそんな芸当する呪霊など見たことがありません。福岡に出現する呪霊のレベルは間違いなく上がりつつある。それもここ数週間で爆発的にだ。私も前年度までの資料にも目を通しましたが、明らかに状況が違いましたね。なあなあ、それって誰かが裏で悪いことしてるってことなのか、それとも偶然そんなことになってんの？例えばの話ですが、多くの人間が負の感情を抱くような凄惨な大事件が起きると、呪霊の数と質は上昇する傾向にあります。ですが今回は注目するような事件は起きていない。データだけを語るのであればレベルが上がる道理はありません。ふーん、ってことは今回は誰かの仕業かもってことだな。そのあたり、凪の学長はどう見てるんですか？何も調べてないわけじゃないでしょう。もちろんだと思う。君たちを呼び寄せたのも対応の一環だが、他にも窓を増員して監視体制の強化も進めている。その結果、現時点では何もわからんということがわかった。これって笑い事なのか？違うでしょうね。取り繕っても仕方がないだろう。人生笑うしかないときは笑うに限る。前向きなおっさんだな。嫌いじゃねえけど。失礼なこと言うな、虎杖悠仁。こう見えても凪の先生は思慮深いお方だ。そうでもないんだがね。でどうすんですか、これから。わかりませんで終わりじゃないでしょう。だよな。何もわかってないなら俺たちも調査を。いや、その必要はない。元凶の調査は我々に任せてくれ。さっきも言ったように監視を強めている最中だからな。必要ないってことはねえと思うんすけど。君たちを呼んだのは何も雑用をさせるためではない。あくまで戦力としての活躍を期待してのことだ。故に君たちは来たるべき時まで待機していてくれ。潜んでいるであろう敵が見えた時、万全に戦えるように。まあそういうことなら。というわけだ。君たち用に分校の宿泊施設を開けておいたから、次の動きがあるまで適当にくつろいでいてくれ。以上、解散。待機って言われてもな。こんなとこで何してりゃいいんだ。ぼーっとしてんのも嫌いじゃねえけど、やっぱ街にでも出て適当に。暇そうだな、虎杖くん。おお、おっと、驚かせてすまない。一つ頼み事があって探していたのだ。頼み？勇気の相手をしてやってくれないか。
この時間は校庭で体を動かしているはずだ。うちは小さな組織だからな。同世代の術師を間近で見る機会が極端に少ない。胸を貸してやってくれ。俺はいいっすけど、あいつに嫌われてるんすよね、呪術規定がどうのとかって。仲良くしろって言い含めておいたんだがな、いつまで経っても真面目さが抜けんやつだ。まあいい、無理やりにでも構ってやってくれ。ナギノの指示だといえば渋々了承するだろう。仲良くしてる感ないなそれ。最初はそんなもんだろう。勇気も悪いやつじゃないんだ。ぶつかればなんとかなる。ま、そうっすね。仲悪いままなのも気分悪いし、やってみるっすわ。ありがとう。俺はこれから大分に出張なんだが、戻ってきた時に打ち解けた君たちを見るのが楽しみだ。うっす、行ってらっしゃい。くそ、ダメだ。こんな動きじゃ到底呪霊には。よ、やってんな。な、虎杖悠仁、どうしてここにいるんですか？いるだろ、そりゃ待機中なんだし。てかそのフルネームで呼ぶのやめてくんない？じゃあスクナの器。やっぱ虎杖悠仁でいいや。あなたと無駄話をする気はないのですが、用があるなら手短にお願いします。手短になら聞いてくれんのな。やっぱり聞きません。本来ならばあなたは自由に歩いていることすら。ナギの学長に頼まれたんだよな、勇気の相手してくれって。ナギの先生が。おう、体動かしてるんだろ。付き合うぜ、組手でも何でも。先生は一体何を考えてるんだ。相手はスクナの器だぞ。呪術規定を守ろうという気概はないのかよ。いや、しかし先生のことだ。何か深いお考えがあるに違いない。深い考えとかなさそうだったぞ。で、どうすんだ？慣れ合うのは非常に不本意ではありますが、これもスクナの器の危険度を直に測るいい機会。お願いします。あ、来いよ。し、こんくらいにしとっか。はい。なんだこいつ、全く歯が立たなかった。これがスクナの器、虎杖悠仁の力か。お前も結構動けんのな。サポート向きって言ってたから戦えないもんだと思ってたわ。はい、一応呪術師なんで。一応って、ちゃんと立派な呪術師だろ。少なくとも俺は退治しててそう思ったけどな。つまらない政治ですね。俺の攻撃はかすりもしなかったわけですから。いや、お世辞じゃねえって。これじゃあ力ずくであなたを排除するなんて夢のまた夢か。あわよくばやってしまおうと思ってたのに。本人に言うかそれ。ナギの先生の命令を守りつつ呪術規定も守れる、いいアイディアだと思ったんですがね。よくねえよ。ま、さっきの感じなら殺す気でやられても負けねえと思うけどさ。でしょうね。俺の方が弱いのは間違いないです。悔しそうじゃん。なあ、お前本当は。悔しくないですが、別に。いや、明らかに嘘っぽいなこれ。自分じゃサポートって言いつつ、こいつやっぱり。お前の持ってる呪具、探検っつうのかな、そういうの俺も使ったことあるからアドバイスできんだけど。聞きたくはないですが聞きましょう。聞くのかよ。まあいいや。さっきの組手で思ったのは、俺に当てようって思いすぎて
攻撃が大振りっつうか。って感じでやるとうまいこといくんじゃねえかな。まとめると、とにかく大事なのは小回り利かすことだな。それができればもっと強くなれると思うぜ。なるほど、俺が強くなれる。まあ俺は塾の専門家ってわけじゃねえから合ってんのかは分かんねえけどな。いや、先生も林道さんも塾を使わないので、経験を聞くだけでだいぶ参考に。はあ！おお、急になんだよ。俺は何を虎取雄二と仲良く話しているんだ。呪術規定を守るんだろ。気を確かに持て。もう別に良くないか。仲良くしようぜ。これから一緒に戦ってくんだしさ。そうはいきません。呪術界に身を置く限り呪術規定は何よりも優先すべき事柄だとしたら、もう手遅れじゃね。今はまだ対応を保留にしているだけですので、先生の指示もまた守るべきことですから。なんつうかお前、勝手にむずい方へ進んでるな。余計なお世話です。俺はこれでもう。何してんのよ。ちょっと体動かしてた。そっちは？今から街に出んのよ。こんなとこで待機してたら枯れちゃうし。お供します、バラネー。別についてこなくていいって言ってるじゃない。いやいや、ついていきますってば。暑苦しい。あんたらも来る？林道と二人だと無駄に疲れそうなのよね。行く行く。いや楽しみだな、福岡観光。あんたらってもしかして俺も含んでますか？当たり前じゃん。いや俺は行かない。そうと決まればさっさと行きましょう。リンド、道案内。うっす、バラねえ。虎取勇気、てめえらついてくるならバラねえの足引っ張るんじゃねえぞ。遊び行くだけなのに何の足引っ張るんだよ。そもそも俺は行かないって。行こうぜ勇気、もたもたしてると置いてかれし。俺は絶対行きませんから。来てしまった。天神、思ったより栄えてるわね。東京の適当な街くらいはあるんじゃない？名前は聞いたことあんな。天神、福岡で一番栄えてるんだろ。天神か中洲かどっちかだろうな。まあ東京と比べたらどっちも大した差じゃねえ。さてどこ行く？観光向きなとこないの？観光？あー、観光っすか。いやどこ行きゃいいんだろうな。煮え切らないわね。地元民でしょ。地元の観光地って把握してなくないっすか。別にわざわざ観光するぞって気持ちで出歩かんし。言われてみれば確かに。俺も地元の観光地案内しろって言われたら困るわ。おい勇気、てめえなんか知らねえのかよ。知らないよそんなの。地元民が二人もいてこのざまなんて、ちゃんと調べてくればよかったわ。雑なイメージだけど、福岡っていや飯がうまそう。豚骨ラーメンとかもつ鍋とか。はっ、安直な脳みそ。いいんじゃない、お腹空いてるし。そうっすよね、行きましょうよ飯。私うまいラーメン屋知ってるんで。なんだこいつ。そう、なら案内して。うっす、こっちです、バラね。てめえらは別に来なくてもいいからな。元気だなあいつ。元からうるさい人ではあったのですが、釘崎さんと出会ってから輪をかけておかしいですね。いいことだけどな。行こうぜ雪。一応言っておきますが、俺が同行しているのはあなたを監視するためです。仲良くする気はありませんので。はいはい。そういえば伏黒はどうしたのよ。
ああ、あいつなら調査に行く？ああ、気になることがある。なら俺も。一人でいい。あくまで個人的に調べるだけだ。お前は指示通り待機してろ。って出てったぞ。真面目ね。不真面目だと思いますけど、待機の指示が出ているんだから。俺たちも人のこと言えないけどな。別に文庫にいようが町に出てようが変わんねえよ。なんか出てもどうせ私とバラねえでぶっ飛ばすんだからな。らっしゃせ。おお、いいじゃん。サインいっぱいあるし、ザ・ラーメン屋って感じするわ。地元向けとはいえちょっとボロすぎない？なんか床ネチョネチョしてるし。大丈夫っすよ、味は 100% 保証しますから。大将、全部のせ固め2つね。な、あんた勝手に。まあまあバラね、ここは私に任せてくださいって。チャーシュー麺普通で。全部乗せで。硬さはお任せで。どうすか、うまいでしょ。確かに美味しいわね。スープも思ったよりあっさりだし。もともとこっちのラーメンはあっさり系なんすよ。県外だとこってりの方が有名らしいっすけどね。うめえ。替え玉お願いします。俺も。あー、食った食った。で、次は何食う？あんたまだ空気なの？え、行かねえの？福岡っぽいのなんて飯以外に思いつかねえし。行かねえよ。ちょっとリンド。はい。こんな長期になると思ってなかったから、私服が足りないの。服買いたいわ、店連れてって。了解っす。いい店知ってますよ。じゃ、後で適当に連絡するから。すっかり飼いならしてらっしゃる。林道さんは一度入れ込むとグイグイ行きますからね。これからどうする？せっかくだし、まだなんか食いたいんだけど。知りませんよ。相変わらず呪霊はうろついちゃいるが、あの時とは比べ物にならない雑魚ばっかだな。今がおかしいのか、それとも。まあいい、適当に掃除しながら進むか。本命はこの奥だ。ここだな、あの呪霊を払ったのは。残影もまだかすかに残ってる。近隣住民に聞き込みをした感じ、ここに呪霊が溜まるような大層な曰くは存在しなかった。なのに2級、いや、下手すりゃ準1級の呪霊がいた。普通に考えりゃあんなのが発生するはずがねえ。あの呪霊が自分に有利だと考えてここへ逃げ込んだか、それとも。当たりだな。厄介だな。廃ビルを出てから残影があちこちに伸びてる。まるで追ってみろって言ってるような。やっぱ裏に何かいると考えるのが自然か。それが呪霊なのか呪詛師なのかはまだわからんが。とりあえず残影の気配は覚えた。続きは飯食ってからだな。せっかくだし食っとくか、博多ラーメン。結局ずっと買い物してたわね。福岡来てるって感じゼロだったわ。
私は楽しかったっすよ。つまんなくはなかったけど、あんたの服の趣味はどうかと思うわ。最初に連れてく店が特攻服の店って人としてどうなのよ。かっこいいじゃないですか、特服。バラネーもめっちゃ似合うし、買えばよかったのに。似合ってたまるか。でも中学の卒業式とかではみんな着るっすよね。どこの部族の話よ。絶滅してるわよそいつら。あ、もしもし。釘崎、まだ天神いる？いるならもつ鍋食い行かね。行く。じゃあ店の場所送っとくからそこ集合で。リンド、もつ鍋行くわよ。うっす、どこへでもお供します。分校の生徒って本当にあんたらだけなの？やぶから坊っすね。マジで私らだけっすよ。大人の呪術師はちらほら見かけるけど。答えたくなかったら答えなくていいんだけど、あんたなんで九州で術師やってんの？別に大した話じゃないっすよ。こう見えて私は地元じゃ有名な不良だったんです。そん時は慕ってくれてる舎弟もアホほどいまして、まあ分かりやすく言うと番長だったんすよね。印象通りすぎて意外性ゼロの話じゃん。うっせえぞ虎杖。マジで喧嘩じゃ負けなしだったんすよ。後から思えば無意識に呪力使ってたからだったんすけど、そんなこんなで暴れてたら当然のように恨みを買いまくって、中3の時金属バットでドタマ勝ち割られたんすよね。はあ、よく死ななかったわね。ギリっすよマジで。2週間くらい意識なかったですもん。んで目覚めたら呪霊が見えるようになってて、だけどそれを誰に話しても信じてもらえなくて、それどころかうん殴られてイカれたってそしられて。納得はいかないけど、よくある話よね。そん時はまあ荒れましたね。なんで誰も信じねえんだって、ムカつきすぎた勢いで呪霊に喧嘩ふっかけてやりました。ちゃんとイカれてるじゃないの。普通見えるようになったからってんなことしないでしょ。いやいいとこまで行ったんすけどね。やっぱ呪力が使えねえとどうにもならねえもんで。そんでぶち殺されそうになってるところを凪の先生に助けてもらったのが呪術との出会いっす。だから私にとって凪の先生は命の恩人なんすよね。その恩を返すために私は呪術師になりました。以上っす。なるほどね。じゃあ結城は、あんたはなんで呪術師やってんのよ。その話必要ですか？別に、鍋のお供の世間話よ。答えたくないならいいけど。俺も凪の先生に救われたからですよ。大して面白い話じゃないです。俺の家も術師の家系ではありません。特にこれといったきっかけもなく、突然術式に目覚めました。その日から俺の呪力に引き寄せられたのか、家の周りを呪霊が徘徊するようになって、外に出るわけにもいかず引きこもって暮らしていたら、ある日突然呪霊たちがいなくなったんです。それを払ったのが学長ってことか。はい。その出会いがきっかけで、俺は自分の身を守るため凪の先生に力の使い方を教わるべく福岡分校へ来ました。じゃあおっさんは二人にとっての恩人ってことだな。お前らが慕うのもわかるわ。だから俺たちは福岡分校にいるんです。小さな組織だとしても、ここには凪の先生がいるから。本当は京都の呪術高専に行くって話もあったんだけどな。やっぱ先生のとこで戦わなきゃ筋が通んねえさ。それは正解ね。京都だけはやめた方がいいわ。あんなとこ陰湿でおかしなやつしかいないんだから。聞き覚えのあるでかい声が聞こえると思って来てみれば。誰が陰湿でおかしなやつですって？
け。あー、陰口叩いている方がよっぽど陰湿だと思うけど、もしかしてさっきのは自己紹介だったのかしら。相変わらず可愛くない一年ね。もっとちゃんと叩いておくべきだったかな。あはは、こんばんは。なんであんたたちがここにいるのよ。なんであんたたちがここにいるのよ。陰口叩いて満足してるあたり、人間としての器が知れるわね。バラねえ、なんすかこいつら。閉めていいすか。いいっすよね、閉めますわ。射程まで連れちゃって、いよいよ本格的にチンピラね。お似合いよ、頭に血が昇りやすい猛獣には。ああ、リンド、ステイ。本当なのね、ペットは飼い主に似るって。あんたたちなんでここに。東京校の方々と同じです。同じ。九州の異変は京都校にも伝わってきてて、手が空いていた私たちが派遣されることになったんです。要するに仕事サボって鍋食べてる奴らだけじゃ不安だから助けてくださいって頼まれたってことよ。鍋食ってんのはてめえらも一緒だろうが。私たちはいいの、さっき九州入りしたばかりだから。仕事始めは明日からなのよ。舞ちゃん、私たちのお鍋煮えてきてる。確かニラが沈んできたら頃合いなんでしょ。あら、戻りましょうか。これ以上絡まれてお鍋冷めたら嫌だし。絡んできたのはそっちだろうが。気分悪いわね。じゃあもう出るか。同じ店にいるってなると気になって飯どころじゃねえだろう。締めまで食うに決まってんだろ。なんでこっちが尻尾巻いて逃げなきゃいけないのよ。あ、すいません。さすがバラねえ、軸がぶれねえっす。あいつらの席の方角にガン飛ばしながら食ってやりましょう。虎杖悠仁。お？さっきのは京都校の生徒たちですよね。なぜあんなに不仲なんですか。いや、俺も直接見たわけじゃねえんだけど、交流会とその直前にバチボコにやり合ったらしい。それだけで。詳しくは知らんけどな。リンド、締め頼め。あとデザートも。はいっす。ちんたらしてんじゃねえぞ、イタドリ。さっさと行くぞ、おら。どわぁ、突然何なんだよ。あいつらに言われっぱなしなんて我慢ならないわ。さっさと原因見つけて解決してやるわよ。あいつらって、あ、京都校の人たちね。で、何か手がかりでもあんの。今んところなんかやばいってことくらいしか分かってねえと思うんだけど。伏黒がいろいろ調べてるでしょ。連絡してみりゃ何かわかるはずよ。京都の奴らと揉めた？はぁ、今は敵じゃねえのに何してんだよ。なんか流れで。で、そっちはどんな感じなんだ？一応初日に払った呪霊と同じ呪力の残影を見つけた。福岡の街中にいくつか、これ見よがしにあった。場所は後で送っとく。調べるなら気をつけろよ。状況が不透明すぎて、何が起こるか予想がつかねえ。伏黒から送られてきた地図によると、残影はこの辺りからあちこちにあるみたいね。リンド、案内よろしく。うっす！あの、やっぱりこれ以上の調査はやめにしませんか。ここは先生の指示通り、おとなしく待機しているべき。んだよ、ユウキ、ビビってんのか。なんならてめえは留守番でもいいんだぜ。ビビってなんかない。変な言いがかりはやめてください。本当に大丈夫か。
問題ありません。行くのならさっさと行きましょう。ここで最後っすね。まあどうせ何もないんだろうけど。当然ですよ。残穢はただの痕跡ですから。それ以上のものが見つかるはずが。いや、そうでもないみたいだ。え？あいつ、福岡へ来た日に倒したやつだよな。なんでまた出てきてるんだ？仕留め損なっていたとか。いや、それはありえねえよ。一度死んだふりかまされたんだ。二度目は念入りに確認したに決まってんだろ。なんだかはよくわかんねえけど、おうぞ！待ってください！深追いは危険です！放っておくわけにもいかないでしょ！早く！景色が急に。まさか聖徳領域か。あの時の場所とは似てねえけど。最初からここへ取り込むために顔出したってわけね。肝心の呪霊はもう逃げたか。小ずるいやつ。何落ち着いているんだ。俺たちは敵陣に取り込まれたんですよ。焦っても仕方ねえだろ。出口も見当たらねえし、俺らで何とかするしかねえんだから。それはそうですか。きっとあの呪霊を払えば領域も解けるはず。行きましょう、呪霊を探しに。ふっす、さすがバラね。落ち着いてますね。おい勇気、てめえもビビってねえで。ビビってない。おう、何怒鳴ってんだよ。あ、いえ、すみません。とにかく今は慎重に奥へ進もう。何が起こるかわかんねえし、離れんなよ。弱いのばっかだけど、数が結構いるな。さっさと親玉を見つけねえと。はっ！何が出てこようが、あたしとバラねえでぶっ飛ばす！雑魚がどれだけ出てこようが問題ねえよ！あんま調子のんな。私もあんたも持久戦向きじゃないでしょ。うっす！言っちゃうぞり！さっさと親玉見つけっぞ！この感じにも慣れてきたな。大丈夫か？心配されるようなことはありません。どう見ても顔色悪いぞ。無理してんなら言ってくれよな。無理などしていません。俺だって呪術師なんだから。止まれ、なんか来る。あれ、なんで？あんた確か京都校の。どうしたのかすみ、敵？いや、敵じゃなくて。やっぱり敵じゃないの。誰が敵だこれ。こっちは呪霊を追ってきただけなんですけど、もう喧嘩腰なの？ああ、昨日の続きでもやるか。ああ喧嘩してる場合じゃねえだろ。さっさと呪霊の親玉を追わねえと。ほんと、なんであなたたちがいるのよ。ここは私たちの追ってた呪霊の聖徳領域なんですけど。獲物の横取りに来たの？いやしいやり口ね。は？こっちのセリフなんだけど、私らの追ってた呪霊がここへ逃げ込んだのよ。はあ？何言ってんの？私たち、あれを追ってきたの？私らもそうなんですけど。同じ呪霊が2体も？どっちの言い分も間違ってないみたいね。そうね。ユキ！呪霊も1体いなくなってるってことは。分断なんて、呪霊にしては頭使うじゃないの。
ユキ、いるか？います。林道さんや釘崎さんはどこに？大丈夫だ。多分同じ領域内の別の場所だと思う。それより今は目の前のこいつを倒すぞ。仲間を呼んだ。連携を取れるほど知能が高い呪霊か。囲まれないように気をつけろ。来るぞ。はい。ユキ！親玉と怠慢に持ち込めりゃ問題ねえけど、この調子じゃ厳しいな。どうしたもんか。すみません、思うように動けず。元から後方支援が専門なんだろ。無理しなくていいぞ。できることだけでいい。情けない。認めないと息巻いてきた虎杖悠仁にただ助けられるだけなんて、呪術規定も守れない。いざという時戦えもしない。俺は何のために呪術師になったんだよ。すまんユケ、なんてかそっちに行った。俺がカバーに入るまでなんとか。必要ありません。俺だって呪術師なんだ。一応ってちゃんと立派な呪術師だろ。少なくとも俺は退治しててそう思ったけどな。そう言われた時俺は嬉しかったんだ。ちゃんと同じ呪術師として見てもらえて。まとめると、とにかく大事なのは小回り聞かすことだな。それができればもっと強くなれると思うぜ。強く。小回りを聞かせて。やった。ユキ。大丈夫です。それよりも今は虎杖悠仁、俺の術式、呪錬素術は、呪霊ではなく人を呪うものです。急になんだ？中の人間に戦いを強制させる呪いをかけて、呪力を底上げする。それが俺の術式です。これ、術式の開示か？今さらこんなこと言うのも虫のいい話ですが、俺を信頼して、呪いを受け入れてください！俺一人じゃ、この状況を打開できないから。だから信頼する。即答。今からあの親玉とあなたを追う結界を張ります。雑魚は俺に任せてください。お、任せた。行きます。呪錬素術よかり。この感じ、体が軽い。自分の身は自分で守りますので、そちらは専念してください。しゃあ、任せろ。あの呪霊を圧倒してる。しかも全く物怖じしてない。くぐってきた修羅場が違うんだ。とどめだ。そっち大丈夫か。ええ、あの親玉に依存していたんでしょう。倒されると同時に取り巻きも消えました。でも領域は解除されねえな。やっぱもう一匹倒さなきゃダメか。釘崎たち探しに行こうぜ。どうした？強いんですね、君は。別にそんなことねえよ。俺より強い奴なんか大勢いるし、
五条先生とか。その名前を出されたら誰も勝てませんし、そうじゃなくて、俺はいざ呪霊を目の前にしたらすくんでしまった。俺だって呪術師なのに、君がいなかったら何もできなかった。自分が情けないです。何言ってんだよ。お前のおかげで差しでやり合えたし、かなり助かったぜ。俺はやっぱりスクナの器を認めることはできません。そうか。でも呪術師の虎杖悠仁は認めざるを得ない。虎杖君、君は俺よりよっぽど呪術師だ。そっか、あんがとな。と、まだ終わりじゃなかった。釘崎たちを探しに行かねえと。邪魔よ。ぶねえ。おいこら、どこ見て撃ったんじゃ。ちゃんと敵狙いなさいよ、ノコン。邪魔してんのはあんたたちよ。射線に立つなって何度言えばわかるのかしら。かすみ、右、舞ちゃんの露払いを。は、はい。それにしてもこの集団、まとまりがなさすぎる。どけ。ちょっと、私の獲物よ。知らないわよ。そっちがチンタラしてんのが悪いんでしょ。よく喧嘩できるな。こんなんじゃ拉致が開かないわ。合わせなさいよ。そっちが合わせれば済む話でしょ。うっせえ、そっちが合わせろ。どっちでもいい。おい、大丈夫か。こっちはもう片付いたんだけど。どうやら手こずってるみたいですね。誰かさんが足を引っ張ってるのよ。誰かさんって自分のこと？よくわかってるじゃない。確かにこの様子だとうまくいきそうにないですね。だな。もういい。こいつも俺たちでやる。お前らは。は？ちょっと。何よ。ここでこいつらに全部かっさらわれるのは尺なのよね。こいつらは倒せて、私らは倒せないなんて。珍しく意見が合うじゃない。なら、ここは。ムカつくけど、協力してぶったたく。リンド、あんたは精鋭、とにかくぶったたきなさい。うっす。バラネーがそう言うんなら。カスミ、あんたも精鋭、モモは私と後方支援よ。わかった。了解。行くわよ。もし奴の体の一部でももぎ取れたら私に回して。はいはい、協力はするけれど、引き続き射線には入らないでちょうだいね。なんか知らんけどまとまったな。まあこれはこれでいいのでは。ほら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 、ほら、切るんだ。チャンスだ。切れ。新影流簡易領域抜刀。よし、任せて。これでいいんでしょ。ちゃんと決めてよね。言われなくても。スレージ砲ともなり。なんとかなったわね。急ごしらえの連携にしてはよかったんじゃない？そうね。そもそもここにいたのが私たちだけなら、苦労することもなく片付いたのだけれど。はぁ？こっちが和やかに終わらせようってのに、てめえはよ。はぁ、嫌ね、ヤンキーって。仲良くしようよ。お、領域解除された。終わりみたいだな。帰るわよ、もう疲れた。あ、おい待てって。私たちも戻りましょう。学長に報告しなきゃだし。はぁ、早
くお風呂入りたーい。ふむふむ、なるほど。念のために確かめはしたけれど、京都から来た術師の術式も必要なものではありませんね。東京の術師と福岡の術師の術式と同様、収集に加えるほどのものではない。だけどこちらはぬえ、片付いたな。しかしなんでまたこいつが。こちらはいい、いやはや実にいい掘り出し物です。ぜひとも欲しいですね。